おい、皆さんこんにちは、小坂でございます。学校であった怖い話極め、続きをやっていこうと思います。さあ、ノベル形式から一転、今回は RPG パートの続きでございますよ。呪われた旧校舎やっていこうと思います。さあ、謎に怖がる日の先輩に半ば無理やり連れてこられた旧校舎無理やりなのかな、なんか今回の坂上くんは毛が生えたようなね、心臓に毛が生えたような性格の持ち主みたいなのでね、もう日野さんを引きずりながら旧校舎を練り歩いていきましょう。さあ、日野先輩から旧校舎の探索ノートを預かったところでしたね。ノートのアイコンを選ぶと読むことができる。これ私気づいたんですけど、この時点でノートを開いてセーブをして終わってしまうとロードできなくて詰みます。お気をつけて順番はお前に任せるよ、坂上。何かあったら遠慮なく聞いてくれ。そう言って日野先輩はさりげなく僕の背後に回った。いや、後ろに日野先輩って怖いですけどね。逆に刺されそうで。別れて回るつもりはさらさらないようだ。そうだな。まず回るのは、一階がいいかもしれない。外に気になる穴もあったし。はい。さあ、ここで、選ぶんですね。なるほど。一階の中のどれかを選択できるのかな。まあでも、二階も一応選べますね。どうしようかな。はい。さてと、まずはじゃあ、もうシナリオ回収をね、もうサクサクと行こうかなと思っているので、一階のトイレ行こうと思います。怖っ。今回のね、このシナリオってグラフィックがめちゃくちゃ怖いですね。はい。そして鏡が調べられるかな？鏡といえばこんな話を思い出す。ブラッディメアリー、ブラッディメアリー、ブラッディメアリー。そう3回唱えると鏡の中から血まみれの少女が現れるという都市伝説だ。なんかこの雰囲気なら現れてもおかしくないよな。ちょっと呼んでみようか。いや、シャレにならないぞ。本当にそんなものが出てきたらどうするつもりだ。早いところこんな場所は離れよう。ほう、何箇所か選べるんですね。はい、トイレの中もちゃんと調べられる。ね、細田先輩とか出てこないかな？ん？ここだけなんだか埃が散らばってないか？ここに来るまでの廊下はだいぶ埃が溜まっていたが、なんだかここだけ妙な感じがする。おい、坂上。ここの目張りが外れてるぞ。本当ですね。見れば、ここは先ほど僕が見つけた目張りが外れている場所だった。あ、なるほど。ふんふん。中に板が割れて落ちている。だからここだけ埃がないのか？あたりを見回すが、特にそれ以上変わったところは見当たらない。ここには何もなさそうだな。でも、目張りが内側に落ちているのは妙だ。侵入者がいるってことですね。坂上、気をつけて進もう。わかりました。これは選択肢によってまた違うのかもしれないですね。さて、ではでは。他の場所に行きましょう。もうサクッと行きますね。もう攻略本通りに行こうかなと思っております。ねえ、時間に余裕があればいろいろ回るんですけれども、ちょっとシナリオを読みたい欲の方がね、ありまして。さて、教室2の B を調べます。怖っ！どの教室もめっちゃ怖い。え？そしてめっちゃ、なんかノックされた。ふわ。なんだ？そんな驚き方でいいの？教卓の方からですよ。うめき声みたいなものも聞こえますね。坂上、覗いてみてくれ。どうして僕が？もし何か恐ろしいものがいたら、誰かが殴らなきゃいけないだろう。頼む。仕方ないな。行きますよ。1、2の、3。うわー！女の子？教卓の中から手足を縛られて猿ぐつわをかまされた女の子が転がり出てきた。うなり声は彼女が出していたのか。ううううううう、ごめん、
外すから。あ、この音楽は聞き覚えがありますね。ありがとう、助けてくれて。いや、そんなことより君は誰？レイコちゃんがいた。レイコちゃんが？はい。猿器をかまされていましたけど、何したんでしょうね、これね。私は福沢レイコ。あなたたちは？僕は坂上周一。日野貞夫。坂上とは同じ部活の先輩と後輩だ。福沢さん、どうしてこんなところで縛られてたの？助けて。実は私、ストーカーに襲われてるの。はあ、なるほど。ここまで逃げてきたんだけど、建物に逃げ込んだところで捕まっちゃって、お願い、助けて。ストーカー？それってどんなやつなんだ？私もわからないの。顔が見えないように黒いローブをかぶってて、それに変な力を持っているの。超能力って言えばいいのかな。だから教託からも抜け出せなくて。超能力だって？そんなバカな。ちょっと待って、今警察に通報するから。あれ、どうした？電波が届いていません。おかしいな、さっきまで通じてたのに。俺の携帯もダメだ。福沢さん、とにかく警察に行こう。僕たちだけじゃ無理だよ。先輩、いいですよね？緊急事態だし仕方がない。急ごう。はい、福沢玲子がパーティーに加わった。体力少ないですね、これ。玲子ちゃんがあの体力なくなるとやばいのかな。僕は座り込んでいる福沢さんの手を取り、玄関へと走った。これそのまま玄関行っちゃって大丈夫？開かない？そんな、鍵は閉まってないのに。くっそ。日野先輩がドアに体当たりをするが、扉はまるで岩のようにびくともしない。僕も日野先輩と一緒に体当たりをしたが、こちらの肩が痛くなるだけだ。言ったでしょ、どうしよう、私ストーカーに殺されちゃうの。福沢さんが泣きそうな声で小さくつぶやく。僕は彼女の肩に軽く手を添えることしかできない。そんな、まさか本当に変な力が働いてるというのか。とにかく出口を探そう。ここ以外にも外に通じる場所はあるはずだ。立ち止まっていたら危険だ。行くぞ。はい。先を歩き出す日野先輩の後に続く。福沢さんの小さく震える肩が不憫だ。外に通じる場所なんてあるのかな。福沢さんが不安に思うのも仕方がない。見たところ、旧校舎の窓は全て目張りがされていて、一箇所だけ開いてますよね。いや、待てよ。そうだ、一階のトイレ。日野先輩、あそこ確か目張りが外れてましたよね。ああ、よし、行ってみよう。はいはい。これでもういきなり目張りのところに行っちゃっていいのかな。どうでしょうね。悩みますね。まあまあ、とりあえず行ってみましょうか。トイレの中だったよね。穴が塞がっている。塞がれるんだ。僕と日野先輩は確かにここの目張りが外れているのを確認した。だが、その穴は何か真っ黒なものでびっちりと埋め立てられてしまっている。そんな力があるのか。水一滴も通さないであろう。それは外からのかすかな光さえも見えないほどにしっかりと。日野先輩が落ちていた木の板でこそげ落とそうとするが、まるでコンクリートのようにガチガチに固められている。ダメだ、ここもびくともしないって。大丈夫ですか？はあ、このくらい大したことないさ。木を素手で握っていたせいで、先輩の手のひらは赤くすりむけている。ダメだ、こんなことをしていたんじゃ拉致が開かない。
無駄に怪我を増やすだけだ。他にどこか外に逃げられる場所は。福沢さん、危ない。うわ、え、何が来たの。日野先輩が僕と福沢さんを突き飛ばす。倒れ込んだ瞬間、僕たちのいた床が何かに叩き潰されたようにへこんだ。そしてそこにはぐしゃぐしゃに折れ曲がり、絡み合って一つの塊のようになった机と椅子があった。こんなことありえない。まるで何かのオブジェのようだ。こんなの人間に作れるのか。あれがストーカーか。姿見せてる。日野先輩の目線の先、廊下の端に黒いローブをまとった人影が見える。何かブツブツとつぶやきながらゆっくりとこちらに向かって近づいてくる。そしてその背後で、まるで磁石で引き寄せられているように、机や椅子が教室から飛び出し、一つの塊になっていく。逃げるぞ坂上、立て。はい福沢さん。坂上くん、ほら。僕は福沢さんの腕を引いて立ち上がらせると、先導する日野先輩の背中を必死に追いかけた。後ろで恐ろしい音が響いているが、振り返る余裕なんかない。早く何とかしなければ。何したんでしょうねこれ、玲子ちゃんね。こんな能力者に追いかけられて。さてではどこ行こうかな。上に逃げたらあんまりよろしくないとは思うんですけれどもね。まあでも1階が塞がれてるから上行くしかないのかな。はい、じゃあ2階のトイレどうでしょうね。こっちは目張りされてるのかな。うわ、汚い。昔のトイレだし、使われていないだから汚くて当たり前か。そういえばトイレにはカンバリ入道って妖怪がいるって田舎のおばあちゃんが話してくれたっけ。だからいつもトイレをきれいにしないと妖怪が現れるそうだ。いろいろありますね、トイレの神様とかね。きれいにしないと妖怪が出るぞとかね。でもそれでどうなるんだっけ。確か現れたからどうなるって話は聞かなかった気がする。妖怪がトイレをきれいにしてくれるんだろうか。だったら働き者の妖怪だな。このトイレもきれいにしてくれないかな。はい、これ鏡も多分同じなのかな。あ、選べるところが1箇所しかないな。じゃあ移動しましょう。他はどこがいいかな。じゃあ2の A とか行ってみましょうかね。僕たちは必死に走っていた。いつあのストーカーが追いついてくるかわからない。その恐怖で足を止めることなんかできなかった。福沢さん、大丈夫？ごめんなさい、足引っ張っちゃって。そんなことないよ、大丈夫。ずっと走ってるからそろそろ疲れてきたよね。あ、これにつまずいたのか。見ればそこにはモップの柄のようなものが転がっていた。古いものだが先が折れたせいで槍のように尖っている。戦えそうですけどね。これは武器に使えそうだ。はい、坂上くんは折れたモップを入手しました。いやー、槍ね、槍って難しそうだけどね、戦うのね。まあ簡単に剣なんて落ちてないからね、教室にはね。三角定規とかね、刺し棒とかいいんじゃないかなと思いますけどね。おい、休んでる暇はなさそうだ。来たぞ。え？僕が顔を上げた瞬間、こちらに向かって飛んでくる椅子がすぐ目の前まで迫っていた。ん？お？あ、初めての戦闘ですね。ストーカーが現れた。はい、避ける、アイテムを使う、歌う。これセーブできるかな。ちょっと一回セーブしてアイテムを使っていきましょうか。はい、坂上はアイテムを探した。しかし間に合わない。あれ、嘘、何もないの。
ストーカーは余裕の表情で攻撃を繰り出した。ストーカーは何かブツブツとつぶやいている。なんか飛ばしてくるじゃん。背後から椅子が飛んできた。はい、歌うか避けるか。これ勝てるかな。歌ったらなんかあんのかな。歌ってみよう。音楽は世界をつなぐ。坂上は高らかに歌い出したが、意味がない。ないんかい。ストーカーは動揺した。いや、動揺するのはいいことだが、普通に攻撃をしてきた。ダメじゃん。はい、ガンガン椅子を繰り出されますよ。坂上くん死にますよ、避けないと。はい、じゃあ避けましょうか。危ない。僕は上げた頭をとっさに低く伏せた。背後の壁に椅子が叩きつけられた音がする。もし当たっていたらただじゃ済まなかっただろう。はい、これはなるほどね。殴っていいのかな。アイテム何もなかったよね。歌ってもダメだったよね。じゃあ殴るのか。坂上は拳を握り、決意を込めて殴りかかった。ストーカーはひらりと顔した。ストーカーの周りが怪しく光り始めた。背後から机が飛んできた。あれ、これダメなんじゃ。そして全てが終わった。終わってしまった。意外と戦闘難しいね、これね。エンディングナンバー130、朽ちた肉体。死んだら130に行くんですね。さあ、じゃあちょっとストーカー戦頑張りましょうか。さあ、まずは避けていきましょうか。危ない。僕は上げた頭をとっさに低く伏せた。はい、まずは避けますね。そしてここから、歌ってもダメだったからなんかあったかな。坂上は折れたモップを投げつけた。さっき投げつけようよ。そんな。絵はストーカーに当たる直前に、まるで見えない何かに掴まれたかのように空中で静止し、地面へと落ちた。しかしそれのせいか、ストーカーの背後に浮き上がっていた椅子もガラガラと地面へと落ちる。今だ、逃げるぞ。行こう、福沢さん。僕はまた福沢さんの手を引いて走り出した。はい、なんとか行きましたね。なるほど。で、さて、じゃあ次は3階行きましょうかね。3階のやっぱ A から。僕たちの体力は限界が近かった。もうずっと走り続けていて、足はじんじんとしびれ、何度ももつれそうになる。日野先輩も福沢さんも同じなようで、ふらふらとした足取りだ。どこに隠れましょう。このままじゃいざという時に走れません。そうだな、大丈夫か。はい、僕は。福沢さん大丈夫？でもちょっと休みたいかな。あそこの教室で休まない？そうだな、そこまで行けるか。はい、なんとか。はい、体力は一応ね、マックスですね。僕たちは一番近くの教室に入り、机の下に身を寄せ合って隠れた。ストーカーの気配はない。ここなら少し休めそうだ。喉乾いたな。飲むか。まだキンキンに冷えてるぞ。何が？おしるこドリンク？あ、やっぱり。いや、今おしるこドリンクを飲んだら余計に喉が渇きそうです。私も遠慮します。そうか、うまいのに残念だ。結構いけるんだけどな。疲れには甘いものはすごくよく効くんだぞ。日野先輩が残念そうに缶をポケットに戻す。先輩ってこういうところあるよな。まあでもおかげで少し精神的に余裕ができた。福沢さんも控えめだが笑顔を見せてくれている。坂上は精神が良好になった。これそうか、産地あるのかな。顔マークですかね。はい、これ産地やられるとダメなのかな。そんな、気配は全くしなかったのに。追ってきてるのか。逃げましょう、早く。
僕たちは机の下から這い出て、また広い広い旧校舎の中を走り出した。一体どこに逃げればいいんだ。そうですね。確かにどこに行けばいいんだろうか。さて、では1階のトイレに戻っていこうと思います。ぐるぐると校舎内を走り回り、僕たちはいつの間にか一番最初にストーカーと遭遇した1階のトイレの前に来ていた。先ほど机と椅子を叩きつけられたせいでできた大きな破壊跡が生々しく残っている。もう福沢さんの言葉を疑う気はない。この目で見てしまったのだから。超常的な恐ろしい力を。あれ、あそこ何か光ってる。ん？本当だ。なんだろう。福沢さんの指差した先、廊下の隅に何かぼんやり光るものが落ちている。カッターだ。岩下さんのかな。近づいてよく見れば、それはカッターナイフだった。めっちゃご加護がありそうな。それがまるで間接照明か何かのように自ら発光しているのだ。足先でつついてみる。光っている以外特に変わったところはないようだ。恐る恐る手を伸ばして触ってみる。まるで今も氷水につけられているかのように冷たい。それは落ちてました。光ってるんですけど、これどうなってるんでしょうか。さあな。でも貴重な武器だ。ちゃんと持っておけよ。日野先輩が僕に言い含めるように真剣に言う。正直言って光るカッターナイフなんて不気味だけど、先輩がそこまで言うなら持っておいた方がいいのかもしれない。はいね、岩下さんのご加護があるかもしれない。坂上は光るカッターを手に入れた。さあ、カッターを手に入れたら早速またストーカーがやってくる。僕たちはまた一斉に走り出す。音はどうやら1階から聞こえる。音から逃れるように階段を上へ上へと駆け上がる。こっちだ、早く。どこに行くんでしょうね。はい、日野先輩が3階の教室の扉を開けて、僕と福沢さんを机の下に押し込んだ。坂上、俺がおとりになる。え？そうしたら福沢を連れて逃げろ。いいな、俺のことなら心配いらない。肉体なんか傷ついてもどうにでもなるもんだ。あれ、何のことを言ってるんだい日野先輩。でも俺が飛び出したら反対の教室の扉から出て逃げるんだ。坂上、よく観察しろ。正しいことは目に映るものだけじゃない。ちゃんと考えろ。人間は素晴らしい脳みそを持っているんだから。日野先輩？じゃあな。どうしたの日野先輩。いきなり何やら不思議なセリフを残して言ってしまうけれども、福沢さん、早く反対側の扉から逃げるんだ。行こう坂上くん。日野先輩がおとりになるって言ってる。はい、日野先輩が勝手にパーティーを離脱しました。どうやって戦うんですかね。今何か妙な音がしたような。さあ、ここで分岐があるようなので、ちゃんと音がしたところを調べるか調べないかで、確かね、何かしらあるみたいなんですけれども、さてどうしようかな。何もしないでまずはバッドエンドから回収していこうかな。何もしないで玄関に移動します。階段をなるべく足音を殺して駆け下り、二人で玄関へと走る。玄関に横たわる一つの人影が見える。あれはなんだ、もしかしてストーカーか。違う、あれは日野先輩。ああ、そんな、嘘だ。駆け寄りながら僕は自分の足から力が抜けていくのが分かった。遠目から見ても日野先輩の体は真っ赤に染まり、下半身が机と椅子で押しつぶされているのがわかる。
生きているはずがない。そう分かっていても駆け寄らずにはいられなかった。さっきまで一緒に話して笑って生きていた先輩が僕たちを逃がしたせいで、そのせいで、こんなのひどすぎる。どうして日野先輩がこんな目に遭わなければならない。どうして僕たちがこんな恐ろしい思いをするんだ。そんな疑問が涙となって溢れてくる。日野先輩の背中に手を当てる。まだ温かい。さっきまで血が通っていた証拠だ。生きていた証だ。でも無情にもどんどんとそのぬくもりも消えていく。見れば日野先輩の服の中からおしるこドリンクの缶が転がり落ちていた。日野先輩が言っていた通り、まだ冷たい。これが形見だなんてちょっとかっこ悪いですよ。笑っちゃいけない、笑っちゃいけないけど笑ってしまう。先輩、坂上くん来たな。僕は立ち上がり、福沢さんを自分の後ろへと隠す。向こうからゆっくりとストーカーが歩いてくるのが見えた。もう逃げ場はない。いや、もう逃げたくない。もう十分逃げた。たとえ歯が立たないとしても、叶わないと分かっていても、だからといって黙って死んでやるほど僕はお人よしじゃない。かかってこいよ。ってかっこよく言ったんだけども、特に何か倒せる術もなく、ストーカーが現れてしまった。はい、何行きましょうかね。困りましたね。うん、とりあえずは逃げられないので殴ってみよう。坂上は渾身の一撃を繰り出した。しかし敵に届かない。暗闇がざわめき、何かの気配が漂ってくる。背後からロッカーが飛んできた。それはやばい。はい、アイテム何かありますかね。坂上は自分のポケットを漁った。しかし敵の方が早かった。はい、残念ですね。ひたすらロッカーでタコ殴られる。さあ、もうひたすら殴っていこう。坂上は諦めず、もう一度拳を振り上げた。しかし敵のスピードに追いつけない。はい、無情にロッカーが私を飛んできた机が僕の溝落ちに当たり、口から血が吹き出す。もう立っているのも限界だ。このままここで死ぬのか。あいつに何もできないまま。先輩のくれたおしるこドリンク。日野先輩、すいません。せっかく助けてもらったのに。こんなことなら飲んであげればよかったな。今飲んでも全然意味ないだろうけど、せめて天国で感想を伝えよう。これおしるこじゃない。口の中に広がった味は確かに甘いが、あんこの甘さではない。どろりとした液体だが透明で、僕の知っているおしるこドリンクとは全然違う。缶の表記は間違いなくよく見かけるおしるこドリンクなのに。え？何？傷が治っていく。急に体が軽くなる。自分の体を見下ろせば、傷がみるみるうちに塞がっていくのが分かった。人間じゃなくなったんじゃないんですかこれ。大丈夫ですか。これがおしるこドリンクの力なのか。いいえ、違います、違いますよ。まさか、冗談はやめてくれ。もうたくさんだ。だけどそんな文句を言っているほどの余裕はない。廊下の足で様子を見ていた福沢さんが目を見開いてこっちを見ている。彼女だけでも守らなければ。まだぎこちないが、なんとか立ち上がれる。坂上のポケットから、はい、何かが転がり落ちてきた。あ、カッターか。カッターナイフ。そうだ、そういえばこんなものを拾っていたな。落ちたカッターナイフを見たストーカーが後ろへ小さく後ずさる。よく観察しろ。
日野先輩の言葉を思い出す。カッターを拾い上げるとストーカーへと一気に走り寄る。僕を寄せ付けまいと強い風が吹き寄せる。だがカッターの切っ先に触れた途端、まるで道を開けるかのように左右へと切り裂かれた。ぐんぐんとストーカーとの距離が近づく。そしてモップの絵の時のように何かがカッターを掴む感触がした。あと1センチ。うわー、張りったけの力を込めて地面を蹴った。僕の体重と力が全部乗った刃先が見えない何かを突き抜け、そのまま吸い込まれるようにストーカーの胸のど真ん中を貫いた。倒せるんだ。絹を裂くような悲鳴と椅子や机がガラガラと地面に叩きつけられる音が同時に響く。後ろに倒れるストーカーのローブがめくれ上がり、そこには長い黒髪の若い女がいた。あれ、岩下先輩かな。黒いローブに胸からじんわりと血が広がっていく。てっきり男だと思っていた。いや、それ以前に中身がただの人だとは思わなかった。確かに見た目は人間だ。福沢さんもそうかって言っていた。だけどあんな意味のわからない力を使う人を自分と同じ人間だとは思わなかった。でもこれはどう見ても人間だ。まさかこんな僕とそう変わらないぐらいの女の子だったなんて。彼女は憎悪に目をカッと見開くと、僕ではなく遠くをにらみつけて何かをボソボソとつぶやき、そのまま息絶えた。これ玲子ちゃんの方が悪かったパターンですかね。途端に地面がグラグラと揺れる。いや、揺れているんじゃない。僕の膝が笑っているんだ。手の中のカッターから血が落ちる。僕、女の子を、人を殺してしまったんだ。ローブの下から白い制服が見える。胸元のスカーフには名前が刺繍してある。岩下明美。これがストーカーの彼女の名前だ。僕は彼女が睨みつけている先に目線を向ける。そこには福沢さんが嬉しそうに笑っていた。やっぱりか。すごい、音がやばい。坂上くん、そんな顔しなくていいんだよ。ありがとう、お姉さまを退治してくれて。ほんと助かっちゃった。お姉さま。そうよ、私もそこに死んでいるお姉さまも実はすごい神様から生まれた子供たちの一人なの。だけどお姉さまったら、その神聖な力を全部自分のものにしちゃうんだもん。そんなのずるいじゃない。だから今度は私の番。私きっと誰よりもすごい神様になれるわ。坂上くんはいろいろ助けてくれたから、一番最初に食べてあげる。そしたらずっと一緒だよ。玲子ちゃんが悪かったパターンですね。彼女は大きな口を開けて笑う。その口がどんどんと広がり、そのまま裏返るように彼女の頭を飲み込む。頭の後は肩を、そして胸を。体を裏返すように真っ赤な口が彼女を逆さまに飲み込んでいく。白くて小さな歯がびっしりと生え、それが灰色の鱗のように変化していく。鱗に覆われた肉の卵のように体をすっぽりと裏返すと、頭のあった部分から三日月型の肉がせり上がり、黒いアバタだらけの曲がった角がヤギのヒゲのように生えて、その先端からは絶えず黒い液体が滴り落ちている。頭と思われる部分には目も口もない。二つの葉脈のついたような膜質の青い突起物が顔の中心に生えており、その一本の上にもう一本同じものが生えている。後頭部からびっしりとトゲの生えた突起物が伸びて、
その下の胴体は黒い胸だ。下側はいくつもの赤っぽい乳首で覆われ、両脇を数百もの魚のヒレに似たものが縁取っている。なんだろう、キマイラみたいな感じなのかな。それはゆらゆらと揺れると、唖然と見上げている僕を上から覗き込むようにゆっくりと倒れ込んできた。あたりにまるで虫を潰したようなプチッとした音が響いた。僕の体は一瞬で潰され、そして福沢さんの体の中へ飲み込まれた。痛みはなかった。それどころかとても心地がいい。まるで母の腕に抱かれて揺さぶられているような、いや、もっと陰微な喜びかもしれない。この世のありとあらゆる快楽と欲望が僕を包み、そして優しく温かく迎え入れてくれる。ああ、どうしてこんな気持ちいいことから逃げていたんだろう。僕は本当にバカだな。福沢さんの笑い声が聞こえる。僕も一緒に笑い出したくなってきた。でも僕にはもう笑う口はない。途方もない快楽だけが僕のすべてなのだ。エンドナンバー143、母に抱かれて。レイコちゃんに取り込まれてしまいましたね。はい、どうしたらレイコちゃんに取り込まれないで生還できるのでしょうか。ではでは、ロードしていきましょう。はい、教室まで戻ってきました。物音がしたところでね、ちゃんとね、調べないといけないんですよね。さあ、何か入っている机を見つけました。ん？中に何か入ってるぞ。これは、なんだ？携帯みたいに見えるけれど、こんな形のは見たことない。新機種なのかな？でも、旧校舎にこんなのがあるなんて。坂上くん、早く行こうよ。うん、今行く。そのうち、用途がわかるかもしれない。ひとまず持って行ってみようか。はい、坂上は怪しい機械を入手した。はい、これが大事なんですね。日野先輩は無事だろうか。いや、きっと無事だ。今は福沢さんと生き延びることだけを考えよう。また会える。そうだ、大丈夫だ、大丈夫。そうだ、玄関に行ってみよう。もしかしたらストーカーが暴れたおかげでどこか壊れているかもしれない。そんな都合のいいことないとは分かっている。でももう僕たちには他に行く場所も思いつかなかった。外に逃げるならどちらにせよ、一階でどうにかするしかない。はい、というわけで、じゃあね、素直にもう一回玄関に向かって行きましょう。階段をなるべく足音を殺して駆け下り、二人で玄関へと走る。この辺りは一緒そうですね。はい、横たわっている人影、あれは先ほどと同じく日野先輩ですね。日野先輩は絶対に死んじゃうのかな。はい、駆け寄ってみます。はい、遠目から見てもやっぱり朽ち果てているようです。さっきまで一緒に話していたのに。さあ、やっぱりおしるこドリンクは転がっているんでしょうか。さっきまでは生きておりました。おしるこドリンクの缶、この中のものは何だったんでしょうね。さっき回復しましたけれどもね、何かそんな液体が出てくるようなものあったかしら。まあ、レイコちゃんの話にね、シャンプーの話はありましたけど、それ系の液体だったんですかね。さあ、どこで分岐するのかな。さあ、先ほどのねエンディングでこのストーカーは岩下先輩だってことが分かりました。着々と減ってますね、体力が。ここはもうなんか死に戦闘なんですね、多分ね。一回おしるこドリンクを飲まないと先に進めないのかな。それっぽいですね。はい、おしるこドリンクが転がります。
さあ先輩に味を伝えるために飲んでいきましょう。天国で美味しかったですよと言いたいところだけど、これは中身は何だったんですかにセリフが変わってしまうおしるこドリンクの中身。そして私の体力は全開、精神も良好でございます。おしるこドリンクにはこんな力があったんですね。はい、カッターを拾うところも一緒。はい、カッターでストーカーを刺すところも一緒ですね。岩下先輩ごめんなさい、多分岩下先輩のカッターなのに。やっぱり人も岩下先輩のままですね。そして実は黒幕が玲子ちゃんだったということがね、わかりますね。お姉さまに力を取られて、私も力が欲しいと。相変わらずあれですね、変化していくところも一緒ですね。あー、絵が出ましたね。化け物が現れた。なるほど、こんな絵だったんですね。かっこいいけど、すごい、玲子ちゃんがこんなものになってしまうんですね。あー、なるほど、ここでアイテムが使えるのかな。ダメだ、こんな桁違いの化け物、僕なんかが叶うはずがない。僕は覚悟を決めてゆっくりと目をつむった。え、坂上、よく頑張ったじゃないか。まるでスタンガンを当てられたかのような衝撃が体に走る。ぼんやりとした意識が一気に覚醒し、弾かれたかのように僕は横へと飛んで倒れ込んだ。ブチュリ、嫌な音がして恐る恐る目を開ける。見れば化け物が冒涜的なおぞましい頭を押し付けて、僕がいた場所を飲み込むようにうごめいていた。僕があのままあそこにいたら、きっと。言っただろ、目に見えるものだけが真実じゃないと。日野先輩？声は僕のポケットの中から聞こえた。そこには教室で拾ったあの携帯のような機械が入っている。トランシーバーだったってことかね。ああ、そうだ。肉体は死んでしまったが、俺はもともと精神だけを肉体に飛ばして生きている。そんな、さらっと言わないでくださいよ。いわば宇宙人のような存在なんだよ。まあ、今詳しいことをいろいろ話すのはよそう。坂上、お前はまだまだ死ぬには惜しい人間だ。何よりも、この学園は観察のしがいがある。俺は実験を続ける必要があるから、今回は特別だ。今から俺がその化け物をあるべき場所に返す。お前は耳と目を塞ぎ、余計なことはするな。言うことを聞かない場合は残念ながら即ジ・エンドだ。いいな、始めるぞ。僕が何か言う暇もないうちに、機械から何かの言語のような音が流れ出す。ちょっと聞いただけでも脳みそを握りつぶされるような頭痛に襲われ、たまらず僕は両手で耳を塞ぎ、目を閉じてうずくまった。地面が揺れる。まるで地震のような大きな揺れが続く。体をできるだけ丸めて、僕は普段信じてもいない神に必死に祈り続けた。日野先輩が倒してくれるんですね、きっと。生還した！どれだけ時間が経ったのか。気がつくと僕は旧校舎の前に倒れていた。あたりはすっかり暗くなっていて、今がいつだか見当がつかない。後ろにそびえ立つ旧校舎は、あれだけのことがあったのにもかかわらず、来た時と何も変わらないように見えた。坂上、やっと起きたのか。あ、日野先輩。おう。そんな、先輩は潰れて死んだはず。おいおい、お前は俺の話を聞いていなかったのか。肉体なんてものはどうとでもなるのさ。それよりさっさと帰ろう。今回の件で旧校舎の調査はだいぶ進んだ。この人は一体何者なんだ。いや、それより今まであったことは
現実なのか。クラクラと視界が揺れる。許されるならこのまま気絶してしまいたいが、一刻も早くこの場所からも離れたい。坂上、まあいろいろあったが。はい。生きていてよかったな。はい。校門を出れば街の明かりが遠くに広がっているのが見える。生きているというその実感だけが今の僕の全てだった。なるほどね。エンドナンバー144、生の証。はい、今回の RPG ルートでは、まあルートが実はこの呪われた旧校舎3ルートあるんですけれども、その中の福沢玲子ちゃんルートをやっていこうと思い詰めてみましたということですね。岩下先輩だったんですね。岩下先輩、今回はなんかいろんな回になりますね。大変。いやー、ストーカーだったんですね。いやでも強かったですね。まさか自分のカッターナイフでやられるとは思ってなかったでしょうね、きっとね。はい、ではあと残り2ルートまた頑張っていこうと思います。今日の極めはここまで。ここまでご視聴いただき本当にありがとうございます。今日も朗読お疲れ様と思ってくださる方、ぜひぜひグッドボタンあるいはチャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の極めあるいはこのゲームでお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。今回の動画いかがだったでしょうか。もしちょっとでも楽しめたよっていう方は高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。また次も小坂と遊ぼう。またね。